イーチャモン、ニャングのおしゃべり、はい、10月5日阪神23回戦見たいよね。また負けちゃったよ。いつ勝てるんだよ。はい、これで阪神戦、うん、8年連続の負け越しが8年か。はい、いつ勝ち越せるんだよ。頑張ってんだけどね。ね、まあね、今年はあと残り2試合、あと残り2試合っていうところまで、ね、うん、そうだね。今年は本当頑張ってるんだけどね、阪神戦に関しては。まあしょうがないでしょう。なんだろうな、借金も9まで行ったのに、うん、うん、そっからね、17に戻ります。すごいね、一気に借金って増えるね。今季最多の17に戻ってまいりましたよ。もうなんか借金いくつとかも関係ないレベルになってきたしね。まあしょうがないでしょ。なんだろうね、今日はさ、やっぱりこの戦力外の発表があって、うん、で選手がね、こうハマスタに来て、うんうん、その中でもさ、俺見たことないけど、あの斎藤班がさ、うん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 、姿のままさ、選手と一緒にアップしてたんだよね、うん、だからああいう、あ、もうあの人の凄さだなっていうのをなんか最後に感じたよ。そうだね、やっぱりムードメーカーで もうこの空気を良くすることに対してはもう本当にプロだったなっていうのがね。本当だね、そんな人見たことないもんね、うん。まあ、ね、なんだろうな、うん、選手としては怪我に泣かされてきたからね。うんうんうん、もう背番号24っていうこのさ、言ったら遠藤さんの、うんうん、要はエースナンバーですよ、ベ、うん、スターズで言えば。うん、まあ、太陽、このホエールズ、ベスターズと来て、うん、このエースナンバー24を背負ってた男がね、うん、この最後、最後の最後、スーツ姿でみんなの前でああいうパフォーマンスというか、うん、高めてくれたから、今日はもう是が非でも勝ちたかったなっていう ね、 そうだよね、心がある。じゃあこの試合のオベイポジよ。はい、じゃあこちらですね、はい、スタメン復活安心安定の桑原でございます。やっぱり1番にいると安心するし、うん、センターにいてくれたら本当に安心する、うん、もうここでございます。今日はお客さんの中では、はい、はい、まあ確かに、うん、うん、やっぱりなんだろうね、このまあ、怪我でのお休みでもあるけど、うんうん、しっかりその間にリフレッシュして、うんうん、今日2安打打ってくるってところが、そうだね、またこの最後ね、うん、あの首位打者ちょっと鈴木誠也が調子良すぎて、そうだね、どうしますかってぐらいだけど、まあこれに食らいついててほしいなと思う。そうだね、でもまあ意識しないでいってほしいな、クワちゃんの場合はな、うん、ちょっと意識しちゃうと固まっちゃってんだろうなっていうのが見えてるからそこはちょっとあんま意識せずにクワちゃんらしくいってほしいなって。残りはね、私はそっちの方にちょっと思ってますね、はい、何に関しては。まあそうだね、うん、今日はね、もうまあ言ったら初回で全部決まったようなもんだったから、うん、そうですね。うん、でさあ前回の最後に話してた佐藤輝がさ、うん、もう1打席目ですぐ終わるっていうね、うんうん、あの60打席目でね、うん、もう早速タイムリー打たれるっていうさ、うん、もう なんだろうね、できすぎ、なんかね、まあ、できすぎっていう言い方も変なんだけど、うん、このタイムリーもそうなんだけど、うん、今日はファーストが牧でさ、うんうん、一塁に行ってちょっと牧が話しかけてるのを見て、うんうん、全てがなんか今日のためにあったんじゃねえかぐらい、うん、やっぱ今日ファーストを守っているっていうね、うん、ここでちょっと2人が会話をさ、サクッとするっていう感じがね、なんかそこまで込みで、うん、ああそうですかみたいな、なんか本当に出来上がってますねっていう感じ。そうですね、っていうのを思って、はい、で私のオベイポジ、はい、逆に、うん、森30打席ぶりヒット、今日うちで実は打ってなかったから、うん、そうなんですよ、ぶりがあったんですよね、1打席ぶりにヒットが出たっていうので、ね、うん、それが一応2点返すところに繋がったから、そうだね、うん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 、まあこれをなんか森くんもプラスアルファにしてってもらいたいし、この今日使ってもらってここからあと残りベースも15試合、うん、まあ全試合出るかはわからないけど、うん、もう確実に来シーズンに向けて使っていってもらえると思うから、うんうんうん、そうだね、それは。ここでね、1日1膳なり、うん、2膳3膳とできるような感じで進んでいってもらいたいなと思い、はい、
今日締めくくります。はい。そして最後、はい、最後、もうほぼ満足だけど、うん、最後の最後はもうこれで終わりたいと思う。うん、こちら。はい。はい。はい、映ってるかな？映ってます、映ってます。近い方がいいか。うん。もう分かってしまうけど。うん、うん、うん。我が、はい、ベイスターズ選手が、うん、メジャーリーグで、首位打者を取りましたよって、うん。すごいですよね。首位打者を取りましたよ。うん。よく持ってたね、すごいね。有利が取りましたよ、有利が。すごい。そう、だから、ちょっと、もう、なんだろうな。まあ、ほぼほぼキューバで出来上がってた人だけど、うんうん。その間にベイスターズが挟まってるから、うんうん、クリエルはベイスターズが育てたっていうことにしようと思う。絶対そんなことないと思うけど。今日はもう満足です。はい。はい、じゃあ今日も皆様ご視聴ありがとうございました。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では、明日は大貫くん。うん。もう、このタイミングでの最多借金は嫌だ。頼みます。